はい、現在ね、福岡フィナンシャルグループという金融会社、金融グループがみんなの銀行というアプリ完結型のですね、銀行を展開してます。まあ、従来の窓口型の銀行と変わって違って、銀行の預金通帳はありませんし、窓口もありません。 ATM も特にありません。ただですね、インターネットの仕組みと全国にあるセブンイレブンなどの ATM の機械ですよね、こちらの方を使うことによってほとんどコストをかけずに銀行ってものを成立させてるんですよ。さあ、そしてそのみんなの銀行というこのアプリなんですけども、ダウンロードする、それだけでもう稼働完了なんですよ。でしかもね、このみんなの銀行というアプリを広めるために今キャンペーンやってるんですよね。それはまずはアプリをダウンロードしてみんなの銀行をこの中に設置する、これは全ての手続きで一番最初になります。次なんですけども、紹介コードがありますよね。紹介コード、この動画の概要欄にもあると思いますけども、自分の銀行のプロフィール、いわゆる口座の裏付けを作るために、まあ、いろんな、ね、名前とか入れることがあると思いますけども、そこに紹介コードを入れる、プラス免許証などの個人特定の証言、証拠ですね、マイナンバーカードなどの、まあ一番いいのが免許証の番号ですけど、それを入れると。そうするとプロフィール完成するんですよ。そうすると1000円あなたに入ると。どこに入るかっていうと、アプリダウンロードしたそのみんなの銀行っていうアプリの中に入るわけなんですよ。でこれすごいですよね。アフィリエイトっていう仕組みがありますけども、どっかの銀行の口座をアフィリエイトの自分の登録情報の中に紐付けないといけないと思いますけども、今回はアプリそのものが銀行ですから、どっかの銀行口座を持ってくる必要がないんですよね。という意味でものすごく簡単に最短で銀行口座ができるというのも魅力ですし、その銀行口座に報酬が最初から入る、1000円入るという状態ですよね。そして人に紹介すると、紹介した人も紹介された人も1000円入るというね、これがねかなり魅力ですよ。なんかね、自己破産した方とか金融ブラックの方もなぜかこの銀行は作れちゃうというね、そういう実績報告が届いてますんで、まあ、通常ね、ちょっと銀行が口座開けない方もトライしてみてはいかがかなと思います。ということはですよ、もしかしたらちょっといわゆる闇の商売の方もこのみんなの銀行開けるんじゃないかなと思いますけども、まだねそういうレポートはありません、ね、いわゆるそういう組織にいる方がみんなの銀行の口座作れたよとかね、そういった組織を辞めてまだ5年経ってないけども作れたよっていう報告まではないんですけども、多分できちゃうんじゃないかなっていう気がしますね。みんなの銀行、ぜひねダウンロードしてみてください。そして広めてみてください。その中で自分はこういう過去を持ってるけども、でもできたよっていう風な、そんなね例がありましたら教えていただきたいと思います。それではみんなの銀行、これからもよろしくお願いします。